で今日松坂屋に、そうなんですよ、はい、今日は仕事が早く終わったんで、そうネクタイを買いに行きたいなと思って、はい、ラシックに行ったんだけど、ラシックはねやっぱり、ね、雰囲気が違うわけですよ。そうね、ちょっと若いね。そうだからちょっとあんまりだなと思って、でもう帰ろうと思ったら、うん、50メーター先ぐらいに松坂屋が見えるわけですよ、はい、でまあどうせいいのないだろうし、まあでも行ってみるかと思ってちょっと行ったらあったんですね、うん、あったんですね。諦めかけた時にあったんですね、うん、ちょっとね雰囲気がね良かった、まあ、はい、松坂屋はね、はい、でおこれはねあの本当に紺のシンプルなネクタイなんですけども、はい、今までなんかちょっと柄があった方がいいかなと思ったんだけど、はい、なんかねずっとあのね白のシャツがねちょっといいの買っちゃったからね、はい、白にはねこの無地の紺が合うんですよ。結構有名ですけどね、はい、見せてください。これですね、イタリアの、イタリアのなんて読みますか、ルイジ・ボレリ、えルイジ・ボレリか、ルイジ・ボレリ、ルイジ・ボレリ、わからない、ボレリ、うん、これがね、うん、いいわけですよ、ここのネクタイがね、はい、生地も良くて、はい、で、いいネクタイはどこが違うかっていうと、はい、こうやって裏返して裏返したところのここをね綺麗に作ったわけですよ。こういうとこはね丁寧にあるんですね。なるほど、安いやつは、はい、でこれはパッと見た瞬間メーカーわかんないでしょ。わかんないね、うん、でもねエルメスとかね柄見たらすぐわかるからね。あ、そうね、そう、そういうのがあんまり良くないね。そうそう、良くない、うん、これ落ち着いた色でしょ。はい、落ち着いてますね。そうで、これで帰ろうと思ったわけ、うん、そうしたらさ、カバン売り場があったんだよ。でね、カバン売り場に行ったらさ、えらいね、何明るいね、店員さんがね、うん、おったんですよ、うん、なんていうのかな、芸能人でいうとマチャミみたいな人、明るい人ね、明るい人がいてね、うん、で、そこに前羽田空港寄った時に、うん、羽田空港伊勢丹が入ってるからね、うん、いいなと思ったね。いろいろいろんな人のカバンチェックしてるからね、うん、電車のとこ見てますよね。で買ったのがこれです。おー、あら、今まで見たことない感じのファローなんて読むか知らんけど、ファロー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 のこのね革のトートバッグなんですよ。トートバッグでも、うん、ちょっと大きいんだけど、こっちは背丈があるからさ、これはちょうどいいぐらいなの、うん、こうやって見るとね、うん、でしょ、うん、でこう肩もかけれるし、肩かけれるし、肩かけれるし、うん、でこれちょっと大きいからさ、今まで一泊だけするのにあのコロコロ引いてったのよ、うん、コロコロ一泊のためにね引いてくの嫌でね、うん、だけど今のカバンに入んないからさ、うん、でこれぐらいだとね入るんですね、ちょっと、あ、結構入りますね。そうそう、この革の感じがいいじゃないですか。このマッチが広いね、下のマッチが。そうそう、うん、これで、はい、中見せてくださいね、はい、中はもうシンプルです。シンプル、これ、ね、今から考えないで、こんな感じです、うん、何もないでしょ、うん、だけどここにちょっと入れるのがあって、うん、でここにもちょっと入れるのがあって、ちょっと見せたかった、傾けてこっち見て、こうやってちょっと入れてね。そうそう、でね、いいのはね、うん、このチャックがね、うん、こっちチャック好きじゃないんだよね。見せて、このチャック、うん、こういうチャック好きじゃない、好きじゃない、ここにチャックあるでしょ、うん、あれ嫌いなの、ね、上にあるやつ嫌い、あれ嫌い、しかもこの、うん、チャックのこのピッチが広いやつ、うん、まあね、細かいやつはいいんだけど、これね嫌いなんですよ。嫌いなんですね。で、こうやってね、下がチャック使ってないでしょ、うん、まあ、ここ使ってるんだよね、後ろ、うん、後ろもこうちょっとなんか入れる、大事に入れる、うん、こう OK があって、うん、まあでも、まあ、いいのはね、この何ていうの、この雰囲気だよね、このいいですね、おしゃれじゃない、うん、シンプルで。だけどパパいつもパソコン持ち歩いてるじゃん。そう、そのパソコンをここに、それがね、うん、そこね、店員さんとね、うん、ちょうど来た名古屋のおばさんがね来てね、うん、最近の男の人はこんなかっこいいおしゃれなカバン買うのって言って、うん、持ってるの、いや、うん、まだ買ってないですって、あなた買いなさいよこれって言って、ね、本当、何これ、いくらすんの、それお店の人がつけたさくらじゃない、いや、そんな人カバンね買ってた、あ、そう、うわ高っって言って、うん、まあでもいいよ、大事に使えばいいから、それちなみにいくらですか、
ちょっと値段が超気になるんですけど、いくらですか？あれ？ないね、札がね。覚えてない？覚えてるよ。じゃあ言ってください。6万6000円です。じゃあじゃあうちの月、あの一月の食費飛んじゃったで。どう思いますか？高くない？高い。これだと、うん、このパソコンが入らないじゃん。入ってもガタガタになるじゃん。でここになんかね、敷居をね、なんか入れたりね、なんかいろんな工夫のね、うん、ことをやってる人がいるらしく。じゃあ工夫してパソコンも入れるってことね。そう、パソコンもね入るよ。うーん、これね、こう浮くじゃない、うん、これで締めるの。ここにつけたら、これをちょっと浮かすの。こうすると、あ、入った入った。でこれ開けるときは、じゃあこれ引っ張って。あ、引っ張るんだ、うん、これだ。あ、なるほどね。閉めなくていいのね。そう、どうせ怖い。でもこうやってやってればさ、雨も入らないしさ、うん、パッとこうトートバッグってさ、うん、これなんか見えちゃうじゃん。見えちゃうね。ね、うん、あれさ、なんか海外だと危ないしね、取られちゃうしね。そうそうそう。でさ、こうやっとけばさ、あの飛行機の中でこうやって入れるじゃん、うん、で倒れるじゃん、うん、で口が開いてるとさ、バーってなんか出たりする。あ、出ちゃうね。ついてるときはさ、うん、あ、これついてるといいね。そうね。あとここのラインがこういいね。ここのラインがこれね、おしゃれでしょ、うん、なんかここら辺見て、ここら辺こうやってこんな感じ。いいね。カバンはね、こうやってね、自立してね、立つのが大事なの。あ、名言出ましたね。カバンは自立心だと。はい、こう自分で立たなあかん。自分で立たない。なんでかっていうとさ、なんでかっていうと、うん、そのお客さんとこ行った時に、うん、こうカバン置くでしょ、床に、うんうん、でペタンってこうなったりする。倒れちゃったりすると、あっ、なるじゃないですか。そうね、で、あってなる、ね、電車乗ってる時も、うん、こう上乗せたりとかできるので、うん、前の時は、うん、で下に置くじゃないですか、うん、また倒れる、あってあってなる、うん、でね、やっぱりね、こうやってこうやって下がこう墓地が4つあって、うん、ね、こうやって、うんうんうん、こうすればここは汚れないじゃないですか。そうですね。こうちゃんとやって、うん、こうやってちゃんと立つ。安定感大事ですね。自立心、安定感、カバンは自立心と安定感らしいです。はい、あとおしゃれなのもおすすめです。そうですね、おしゃれですね。おしゃれも大事。名古屋のそのおばさんが言っとったのは、これがおしゃれだ。あ、これがね、ここがこうやって、このポッチがおしゃれだ、うん、確かに。こうやって、あ、そうですね、いいですね。で、ネクタイはちなみにいくらでしたか？これはね、1万7000円。あの、今日結構使い張りましたね。今日は使ってたね。あの、三男が泣いてますよ。これ見てね、羽田空港で見て、羽田空港で見て、うん、これで、ああいいなと思って、うん、ネクタイもそうなの。ネクタイも羽田空港で見たの、うん、だから羽田空港の伊勢丹にはいいのがいろいろ置いてあるんだけど、うん、なんかそれがね、なかなかなくてね、うん、今日ようやく見つけましたね。全く同じカバンですか？全く同じカバンと全く同じネクタイ。おお、よかったですね。じゃあこれイタリアのってこと？両方イタリア。あ、両方イタリア。イタリア住んだ方がいいね。すごいですね。今日すごいご機嫌ですね、パパ。なんかね、買い物できたからね。そう、すごいね、あのね、そのカバンのね、うん、売ってるおばさんのね、うん、その営業トークが素晴らしかった。ああ、そう。完全やられた。完全やられたね。そしてそこに来た名古屋のおばさんね。あれ桜だと思うよ。買ってたけど、あれ桜かな。桜でしょう。完全にやられた。二人で囲まれてね。あ、じゃあ二人に囲まれて完全にやられたね。完全にやられた。でもまあ気に入ってるじゃん。うん、似てたやつを買ったから、ね、じゃあこのカバンは早速あの次の主張から使うんですか？いや、とりあえずね、あの、うん、中どうやってね、パソコンを固定するかね、考えながら。あ、どうやってパソコンを固定するか、うん、それが課題ですね。そうそうそう、インターネットインターネットで調べて、ね、調べまくる。わかりました。仕事成長。はい、じゃあ今日買い物を見せてくれてありがとうございます。これで一月の食費が飛んじゃいましたんで、ありがとうございます。今度はね、スーツとね、革靴を買ってくるからね。怖いです。あの、いくらの革が怖いですよ。息子も心配して泣いてるじゃないですか。大丈夫、大丈夫。車買わないから。はい。ね、パパ、
こじゃ あのありがとうございました。アンニョンって、はい、アンニョン今日動画見てくれてありがとうございます。アッシャーカッテー、アンニョン、アンニョン。